じゃあまず試合の感想からお願いします。いやー、頭は痛いですね。対戦したケンムン選手、印象はいかがでしたか？頭は硬かったですね。ちょっと先ほどツイッターの方でもつぶやきが入ってたと思うんですが、はい、全体的に自分の試合を振り返って。そうっすね。面白くなかったかなと。しけた試合してごめんなさいって感じですね。それやっぱり最初思ってた作戦通りにいかなかったということですかね。作戦っていうか結果じゃないですか。ダウン取ったんですけどダウンじゃ思わないじゃないですか。やっぱり最終的には倒して勝ちたいっていうのがあった。そうですね。相手寝てなかったのが面白くなかったですね。まあ、今回大阪ということで結構ちょっとプレッシャーもあったのかと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、前日の会見で、大阪へ私は帰ってきたと、まあ、加藤さんぶりに言ったんですけれども、まあ、特にプレッシャーはないですね。逆に何でしょうね、懐かしいなという感じで、僕日本拳法をやってたんですけど、学生時代ここで西日本大会と全日本大会があるんで懐かしいなと、そこでやってた、やってて、なんか懐かしい、こういう風に変わるんだと、怪我のリングだったらこんな感じですね。というわけで勝ったので周りのことながらなんですけれども、ダンサーさんがですね来てくれたわけですよ。はい、じゃあすいません、改めて入場パフォーマンス。はい、そうですね、とあるカードのレールガンで僕は黒子で入ったんですけれども、まあそれ以外のキャラクターって感じですね。じゃあせっかくなんで、皆さん自己紹介をしていただいたらいいんじゃないでしょうか。ウイハルカダリです。自分の名前は、自分の名前は森谷美里です。サテンルイコ役の浦崎瑞希です。金剛光子役の竹中玲奈です。コノミリン役の久米美彩です。上条東馬役の松本拓馬です。木山晴美役の山下真美子です。三坂美琴役の西村愛香です。まあ、ちなみにコラボが主役なんですよ。じゃあすいません、今後の抱負というのは。そうですね、まあお声をかけていただいて、そこから考えていきたいなと思うんですけれども、やっぱりベルトをっていうのが欲しいので、何でもいいですね。とりあえずベルトを取りに行きたいかなと思います。それは例えば K-1 のリングとか関係、こだわらず、とりあえず自分が取れる可能性のあるベルトは全部取りたいですね。今回久々に格闘技復帰して、はい、ちょっとこう格闘技の炎がついたようなところはありますか？そうですね、まあ、格闘技しようかなと思ったらなんか喧嘩みたいになったんで、喧嘩みたいなことされたんで、ちょっと格闘技見したいなっていう気持ちも出てきましたね。純粋な格闘技っていうのをちょっとしたいなと、思いますね。でもなんかこう客席の雰囲気も相手の応援団がすごくて、そうですね、異種格闘技戦っぽいというか。そうですね、まあ応援で格闘技やるもんでもないんですけどね。とりあえずまあまあリングに入ったらあんまり聞こえなかったんですけど、終わってからあ結構いたんですねっていう感じですね。ヤンキーをもう一回征伐したいみたいな、はい、どうしようかな。どうせやるんならまたこの舞台でやりたいんですけど、まあ彼がそのレベルに達したらまたやればいいんじゃないでしょうか。いつか当たるでしょう。